はい、はい、この企画は企画は前回の男子スロープスタイルに引き続き女子のスロープスタイルの方を動画で解説していきたいと思います。一緒に解説してくれるのは桐山菜々穂です。はい、今スロープスタイルでワールドカップ待っている桐山菜々穂ちゃんと一緒に解説したいと思います。まあ、女子のスロープスタイルの採点基準も男子と一緒です。はい、5つの評価っていうのがあって、それをもとに採点していきます。コースも一緒です。そう、コースも全部一緒です。で、大きさも今は一緒です。実施、ディフィカリティ、大きさ、エアの個ですね、アンプリテュードのバラエティ、バラエティですね。あとはプログレッション、発展性、競技の発展性、新しいラインとか新しい技やったりとか新しいグラブやったりとかした時のプログレッションです。これはもう男子も女子も変わりません。で、コースも一緒っていうところで、やっていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。さあ、始まりましたね。デビン・ローガン、これは知ってる、この子は知ってるスーパー体パンプしてるよね。はい、身長多分108、一回写真撮ってもらったことあるんですよ、初めてニュージーランド行った時に。なんかスーパーヘビー級じゃない、あれでしたもん、なんかお父さんかと思いましたね、自分の180ぐらい多分身長あってデビンも確かにな、7歩のパパぐらいでかいよねこの子身長がかなり高くて、多分横にも多分大きいんで。今ディスター。いやでも相当男子並みに、いややばいよね、大きいですね。いや本当にウエイトリフティングとかの選手になれるとぐらい本当体やばいもん。天性のやばさがあるよね。デビン・ローガン、お兄ちゃんいたんだよね確か。クリス・ローガン。クリス・ローガン、すっごいうまかったけど、デューツアーとかも昔出てたけど今もういなくなっちゃって、入れ替わりが早いねやっぱり。うん、デビンはでもやっぱすごいのはパイプもスロープも両方出てる、うん、両方やるよね。でビッグエアもなんならついでに出ちゃうみたいな、ね、で3種目全部出ちゃう感じなんで、ね、すごいよね、すごいですね。そうなりたいですね。始まらんとか言ってデビンじゃなかったら面白いな。最初デビンだ、ね、ビンだ。いや強そう、もう今なんでもないバックツー、女子だとバックツーは今普通？普通ですね。むしろフロントフォーぐらいは普通ですね。バックツー、フロントフォースイッチの、あ、はい、いやもう速っ、スピードなんか走ってない走ってます。ああちょっと走りすぎてますね。うん、やっぱ乗るんだろうね、あのスピードがでも本当にデビンだけ届いてる時とかありますよ。いやそうだろうね、完全にもう今スピードおかしかったもん、乗ってたもん。残念、結構好きなライダーなんだけど。あ、そうなんだ。はい、なんかやっぱ体が大きい分なんか滑りとか結構メローで、うん、結構なんかグゾンな感じだよね。いやでも私とかそんなに大きくない、まあ、海外出ると全然大きくないんでってなると、このメローな感じがすごいかっこいいな。確かにね、映像越しでもでかいのがでかいですよ、大きいよね。からのちっちゃい子が来たけど、これ誰？これ最近アメリカの子ですね、多分、多分若いと思います、16とか。なんか、あ、なんか、おお、2オン、しかもうまいね、ランニング。なんて子？スティーブン。おお、もう2アウト。なんかうまいね、スキーうまくない？よいしょっと。え、うめえ。テールブランドがっつり掴んでるね。お、レフトライトのセブン。おお、パタ。ああ、でもちょっとスケッチだね、ちょっとババって。で、ジブはお真ん中を、うん、お、フォーアウト、フォーアウト、フロントフォー。もう女子でも今フロントフォーとかやんだね。やりますね、やる子は6サ、やりますよ、6サウンド。すげえ飛んだ。で、スイッチからのおジャパンのセブン、いいランじゃない？いいランですね、結構何度も高いけど、ちょっとでも雑でしたね。うん、なんかちょっとやっぱわちゃってなっちゃってるのが。女子でも結構その取るの？そうですね、取られますね今。ただ技やればいい時代は
終わった、ちょっと終わりましたね。なんでそれだったら1個何度落としてでもいいから、ね、きっちりグラブ、かっこいいきっちりしたグラブでとかの方が点は今出ますね。なるほどね。女子もやっぱり、まあ、俺が見てた4年前5年前とかか、うん、そっち前とかと比べたらもうレベルが全然違うね。全然違いますね。なんか3すれば予選通るみたいなさ。ないですね。もう今そんなレベルじゃないよね。だってこれで50点でしょ、はい、ダリアン、ダリアン・スティーブンス、ダリアン・スティーブンス、なんか可愛らしい女の子来た。マギーボイス、マギーボイス、はい、顔が好きです、まず私は。なんか俺もあのこっから出てるけどすごいいいなって思っちゃったわ。可愛い、でめちゃくちゃうまいです。アメリカだったら今多分トップですね。マジか、自分の彼女がこんなコースでオラスリスタルちょっとやだな。スイッチ9、おお、うまっ。しかもテール、テールです。でライトの9かな。おお、9、あぶれ、鬼立ち、いや男立ちですね。いや早っ、ツーアウト、またスイッチ、結構ちゃんとスイッチも入れてくるんだね。スイッチのかっこいい、あーグラブか、あー、おー、あれ得意なやつですね。よくやってます。はい、セーフティー。はい。スイッチなんかロデオみたいな。うん。さて。いや本当になんか最近女の子のライダーも女の子っぽくなくなってきて。でも俺このこっから出てる毛すごい好きだよ。はい、すごい可愛いです。可愛いよね。チェックしてください。はい。このテールグラム。超かっこいい、うん、やだな、自分の彼女が何やってたの。そんなことやないから練習してるのに。まい、あでもすごいかわいい。まだ19とかじゃないですかね。うん、やっぱこの競技も低年齢化が激しいですからね。14ぐらいからやべえみたいな。中学生でもうみたいな。お、ダラハウエル、ダラハウエルは知ってるよ、長いことやってるもん。もうソチの金メダリストですね。どうしました、違うわ、知り合いかと思った。コーチですか。うん、弱音を吐くなっていう外国人の人がいて、あ、知ってます知ってます。 あの人じゃないよね。あ、どうだろう、去年ちょっとコーチしたもんだ。 うまっ、うまっ。5ライト5からの両方向回らないといけないんでね、スイッチの、お、何、おお、怖い。9 どっち、セブン狙いっぽかったけどな。あれわざわざ軸ずらしたの、ずれちゃったの、ずれちゃったんですかね。おおおお、あー、パウエルさん、この転んだ後さ、はい、滑り降りていく時何とも言えない気持ちになるよね。はい、でなんかあのモニターある大会だと、そう、自分が滑り降りた後にモニター見上げると自分がクラッシュしてバコーンってなってる映像がリプレイとかされてて、それ見てしたら点数待ってる時の悲しさはやめろよってなるよ、半端ないです。リプレイは映すんじゃないよって思うよな、それ今見たくないみたいな。なりますね、めっちゃ。何このプレイってなんてなるよね。ロキシーのライターですね。いやなんか昔は男子とさ女子オプションのキッカーってこう横にちょっとちっちゃいキッカーがついてて、はい、女子はもうそっち選択するみたいな感じだったけど今ないもんね、はい、あっても誰も飛ばないです、やっぱ勝てないもんね、はい、そっちだと。ヨハネ・キリ、この子はノルウェー、ノルウェーです。私が、いやうまいわ、かなり大好きスイッチライダーです。え、スイッチオンからの4アウト、レギュラーのライト5ジャパンでスイッチで、スイッチライ ライトのをコーク5、コーク結構なんか何でもできる系なんですよ ね、なんか滑るように技かけていくね、綺麗だねラインが。うわ、スイッ、うまっ、スイッチアップ、自分がうまい。でスイッチのレフトもできんの、はい、うめえ。
レフトの5のジャパンからのレギュラーからの9。うまっ、うわうまい、うめえ。結構今多分一番来てますね、最近の大会は。だいたいトップ3に入ってきてるかな。すごいね、弾ける笑顔いや うまいわ。でも多分まだ18とか7とか、すごい若いです。確かここからじゃあどんどん伸びていくね。もうほとんどいないもん、あの俺がやってた時のライダーてかもう80年代がいないですもん。ダラハウェル、はい、ダラハウェルとマギーボイスんだっけ、はい、ぐらいで知ってるな。デイビン・ローガーかが多分今年齢上の方でしょ、もうみんな。そうです、マギーはでも最初出てきた時が早かったんで、今でもまだまだ若いですけど。 85.33。お、サラ・ホフリン知らないですよ、リュウさん。サラとか知らない。おととし、去年のサラ・バーグしか知らない。去年のクリスタル・トロフィーです。うーん、どこの子。スイスです。スイスか、永久中立国。お、結構スイッチハイミュートのスピンが結構前。おー、びっくりした、ダブルやんなかったちなみにダブルできます、マジで。スイッチの、うわー、なにそれうまニュミスティセブン、バックス、たけー、ランディング。あー、いい感じです。あー、やば、結構いいランでしたね。ちょっとスイッチ、いや男立ちでしたね、完全に。めっちゃ飛んでましたね。いや、すげえ。モンズロイヤルがスポンサーについてんの？はい、みたいです。飛びすぎでしょ。早いですもんね、絶対絶対早いよ。いや、もうやば、やば。で、つなげるっていう、これでつなげちゃうのがすごいよな。飛んでもこの動揺のしなさがやっぱうまいな。うい、スイスは今男子も強いからね。そうですね、うん、おお、60点か。60、まあミスが多かったからね。これイザベル・アドキンフロムグレートブリテン、イギリスです。イギリスでもうまい子が出てきたんだね。あのケイティ・サマーヘだけじゃなくて、うん、このイザベルウッツィのおかげだろうね。もう上手いですよ。何ロデオだと。そしてものすごく背が高いです。スイッチからのミュート5、うまい、安定してますね。ターンしてこの後のジブは、お、それ行く、それ行く、お、バックツー。今のは女子でそこ入っただけでちょっと加点あるんじゃない。そうですね、みんな入ってないって。お、レフトの7からの反対のライトの、お、これスコア高いんじゃない？これ良さそうですね。ね、結構安定してて、そんなになんかめちゃめちゃ飛んでるとかはないけど、ちゃんと両方向回ってて、うん、グラブもバラエティあって、で他の人が入らない自分にも入ってるし、グラブもこれ結構綺麗だしね。この子はどれぐらいいくんだ？さっきのヨハネが80何点だっけ、80何点かだったんで、80点は乗るだろうね。80点乗るんじゃないですか。どんぐらい、87とかいくのかな。90は乗んないよね、多分。90は乗んなそうですね。でもこれうめえな。うまいです、この形。だいぶランニングも、おお、76です。これで76なの。まあ、まだ控えてるんで、開けてますね、多分レンジを。はい、そういうとこもあるんで難しいですよね、出走順とか。そうだね、誰が控えてるかみたいな。まあ、基本やっぱ相対評価だから、あくまでもね、差をつけるための点数なんで。お、テス、フランスの15歳、わっけ、
この間のフランスの4アウトだとワールドカップ優勝しました。しかもこの子も牛ではないか、牛ライダー、おースイッチライト7、スイッチのレフトの、おお、9、ちょっとバイオっぽい9、飛びすぎたね。スイッチミスティ狙ったんですかね。うん、おお、フロントスワップ、スイッチアップの世界ですね。からのレギュラーからキッカー突っ込んで、なんだと、俺それできねっすグラブもしっかりで9、あ、足上がっちゃったね。あ、でもごまかしてるめちゃくちゃ喜んでる。イエイってやってごまかしてるけど、お前足上がってっからな。15歳ですからね。下手したら中学生の可能性ありますから、ね、いや、やだな、こんな中学生の時にさ、こんなクラスメイトいたらやだわすっげえな。最後のあの足上げたのどれだけ減点されるかね。これマジでうまいわ。いや、でもこれは相当いい評価ですね、きっと。だってこれかっこいいもん。マリオ7？ 俺できないわこれ。最初のジャンプがちょっともったいなかったですね、2個。最初何やったっけ。スイッチ7、スイッチ9。ああ、スイッチの最初の7がね、9もちょっとミスってたけど、そうだね、ミスが目立ったから70点台とか、難易度は高いけど。でも、おー、結構出た、 82.33 ということで、女子の1本目が全て終わりました。まあ、レベルは上がってますね、かなりね。頭コースがやっぱり上がってて、あの体操とか飛び込みとかってやるフィールドが決まって言ってるんですよ。まあ、みんな見ればわかると思うけど、例えば、あ、なんだろうな、飛び込みの台が、まあ、10メートルで決まってるから、みんなその中で技したりとかするけど、体操もそうですよね。こう床があって、その床がじゃあいきなりなんかバネがボーンって出て、でなんかもっとさらにこう高く飛んだりっていう風にはならないですよね、普通は。だけど僕らの競技はジャンプ台がどんどん大きくなってったりとか、自分がいきなりなんかこうすっごいでかいあの車の上になんかレールがついてたりとか、はい、そういう謎のアイテムがどん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 出てくるんで、当然あのマックスの技もどんどん上がっていくんですよね、特にスロープスタイルは。俺は一番スロープスタイルやってた一番辛かったのはそこですね。あの適応しなきゃいけない、自分がやってた練習が本番の大会でできない。で、まあ、そこに上手いやつら当然合わせていくから、そのさらにやばい技をどんどんやっていくっていう、このバイバイゲームみたいな上手くなり方っていうのがやっぱすごい難しいところだと思う。その練習してる技とか、まあ、自分にしろジャンプにしろ練習してても、そのアイテムでできただけで、うん、じゃあ実際大会になったら、うん、その自分が練習してたものより大きいものだったりとか、そう、ね、自分の苦手な形、ジャンプだった形とか、うん、だったりすると、その自分が練習してきたものが使えなかったりとか、そうだね、あとそのジャンプの個数とか、うん、自分の個数とか、その並べ替えとか並び方も大会によって違うんで、結局こういう風に繋ごうと思って飛行機乗って現地着いたら、うん、あれはできないみたいな。いや、本当そうだよね。くそ、自分が先だったとか、あるよね、ジャンプ先だったとかなりますね。昔あの世界選手権行った時さ、ノルウェーでこうスロープスタイルのコース見るまでちゃんと自分の中でどういうルーティンして、ここはこういう風にしてっていう風にやってたのに、現地についてこうリフト上がってったら、なんか奥に撮影用のすげえでっかいキッカー見えて、もうほんと撮影用みたいな、でまさかあれでやらないよなと思ったら、実はそれがコースで、人生で一番でかいキッカーが4つ並んでて、もう25メートル30メートルみたいな、でそのリップにレールついてて、なんかそれで技やんなきゃいけないみたいなのとかがあったから、もうほんとなんか、え、何これみたいな、なんじゃこりゃみたいなアイテムが出てきて、それでなんかその場で技をはいどうぞみたいなことが結構スロープスタイルでは起こるから、一番難しいのは技をやるよりもなんかこう適応力で、しかもそのコースに適応するっていうのと、その日の天気に適応しないといけない、雪が降ったりとか風が強かったりとか、それだけでスピードがすごい変わるし、コースのライン取りもすごい変わるから、そういう本当に総合的なあの要素が含まれているのがスロープスタイルだから、
スロープスタイルはね本当に楽しいけど、まあ、そういう戦術的なところもあって結構このね、スロープスタイルとか見てるとやっぱ楽しそうだしさ、なんかイエーなんかイエーってやって飛んでんだろうなって思うけど実はそうじゃなくて、選手はあここはこれぐらい切らないといけないとか、ここはこのラインで行かないといけないとか、自分乗って降りたらすぐにこっちのラインに行かないといけないとか、それぐらい本当にシビアに物事考えているから、楽しむことはもちろんあるんだけど、もうこの楽しむ余裕がないぐらい本当にシビアなスポーツだと思う。もう本当にそうです、ね、あと怖さっていうのも出てくる、うん、フェアファクターって、その怖さも乗り越えないといけないし、技もできるように普段練習していかないといけないし、さらにその大会でこう合わせるための練習をしていかないといけないというところがやっぱりあるから、まあ、だからこそね、それだけ難しいことやってるから、みんなからこうやっぱ尊敬されるような競技だとは思うし、もっと本当はね、俺は評価されていいと思う。本当にスロープスタイルの選手たちは本当に本当すごいと思うですよ。僕はすごいことやってるよ君らは、怖さも乗り越えていかないといけないからね。まあでもやめられないんですけどね。そうだねまたやっちゃうわって。やっぱね、怖さとスリルとこうなんかこうバーってドーパミンが出るのは紙一重だから、やっぱこう怖いのを克服した時にこうブワーってね出るのもあるし、嫌にはなるんですけどね、うん、やっぱり。とはいえね、これが本当に世界の一番上のこの競技で一番上の本当にトップのトップの部分なんで、まあこれが言ったら、まあ、フリースキーの競技の部分ではあるんだけど、でも別に例えばスキー場に行ってフリースキーやりたいって言ったら別にこんなことをやる必要は全くないです特に女の子、もっと本当気軽にちょっとなんか階段1段ぐらいのジャンプで180半分回ってみたりとか、地形でちょっとこうバンクになってるところで遊んだりとか、そういうのが僕は本当にフリースキーの楽しいところだと思うんで、まあ、これを見てやってみたいって思う人がいたらもちろんやってみるのもフリースキーだと思うし、上手くなっていったらやっていけばいいと思う。ただフィールドが変わっていくんで、サッカーだったらどんなに上手くなってもどんなに下手でも同じサッカーフィールドの中でやる。だけど僕らのこのスロープスタイルっていう競技は、上手くなればなるほどフィールドはどんどん変わっていくんですね。だから、まあ、なんていうのかな、これがフリースキーの全てではなくて、こうステップアップしていった一番先の部分になります。パーク入りましょう、うん、日本ではまずこんなでかいパークまあ、ある時はあるけどなかなかないんで、まあジブとかもボックス広い、幅広い、入りやすい低いボックスだったりとか、ジャンプもそんなに大きくない、本当階段1段ぐらいのジャンプがあるんで、ぜひそういうところから始めて、で別に大会出る出ない関わらず、そういうすごい楽しい、スポーツなんで、ぜひね、もともとはやっぱ楽しくて始めて突き詰めていったらこういうところがあるっていうことなんで、女の子のスキーヤに、僕はもっとね、女の子のフリースキーヤに増えてもらいたいんですよ。私も増えてほしいです。やっぱりそんなにいかつい、まあこういう大会見たらいかつい部分はあるけど普通にスキーの垣根なく遊べるっていうのがこのスキー、フリースキーのいいところなんで、もっとこう、まあ、気軽にパーク入ってくれたりとか、パイプ入ったり、まあ、ジブ入ったり、地形で遊んだり、もうそれだけでフリースキーなんで、まあ、ぜひね、はい、やってほしいですね、はい、やってみてください。私には無理っていうことはないの で、 ないです、ぜひやってみて、はい、ツインチップ、まあ、ツインチップじゃなくてフリースキーできちゃうからでそれで気に入ったらツインチップ履いてみてやってもらうといいと思うし、というところでいいですかね、はい、はい、ということで今日は菜々穂と一緒に女子のスロープスタイルについて解説しました。菜々穂のインスタグラムも下の方に貼っておくのでぜひ登録よろしくお願いします。あとこういう、スロープスタイルとかハーフパイプとかの競技の解説だったりとか、こういうのがいいなと思ったらぜひ LIKE、サブスクライブよろしくお願いします。 OK、 じゃあ今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。バイバイ。